ツェルトリヒを歌声に。6月になり、早乙女学園恒例のレコーディングテストが始まりました。4月の時点で渡された楽曲を収録し、歌の技術を測るのです。1クラスごとに課題曲は違っていて、 A クラスの曲はポップで明るく元気な曲です。いよいよですね。緊張しますか？これから収録なのだから、緊張がないといえば嘘になるが、2ヶ月半の間練習してきたことは無駄ではない。普段通り落ち着いて行えばどうということはないだろう。そう言って聖川様が今日のために持ってきたアイドルの証マイクをギュッと握った。おう、私は今からドキドキです。そんなことでは困る。おい、聖川様が私の頭にポンと手を当て、何ですか？目を閉じろ。閉じるよ。読めないよ。はい、薄めでいるわ。私は言われるままに目をつぶった。そのままゆっくりと深呼吸。うん、スーハー、私が深呼吸を2回繰り返すと、もう目を開けていい。どうだ、少しは落ち着いたか？私がうなずくと、聖川様はそうかと言って頭をポンポンと撫でてくれた。スライド、スライドした。楽しかった。やっぱ歌はいいよな、元気出るもんな。高揚感たっぷりに一時くんがブースから出てきた。一時くんはいつも本当に楽しそうに歌う。それも練習の時より本番に強いタイプ。多分緊張することで集中力が高まるんだと思う。この調子だと今日のテストうまくいったんだろうな。一時くん、お疲れ様です。うまくいったようだな。まあな、もともと俺好みの曲だったし、歌ってて超楽しかったぜ。テストだって言うのに楽しめるなんて、一時くんって本当にすごい。次はマサトが歌うんだよな。同じ曲でも歌い手が変わると印象が変わるって言うし、ちょっと興味あるな。見学してもいい？ニコと人懐っこい笑みを浮かべて頼む。それは人好きのする爽やかな笑顔だった。別に構わないと言いたいところだが、お前課題の提出がまだだったよ。早く出さないとまずいんじゃないの？あ、いけねえ、そうだった。しゃあない、今回は諦めるか。その代わり今度収録した歌聞かせてくれよな。ああ、また今度な。失礼します。レコーディングルームの中央にはなぜか学園長先生の銅像が飾ってありました。前に来た時にはなかったような。なんだか学園長先生が見守っていてくださっているみたいで嬉しいな。失礼します。おう、来たな。俺は S クラスの担任、ヒューガ龍也だ。そう言ってヒューガ先生がふっと微笑む。ヒューガ先生もまた現役アイドルで S クラスの担任教師でも、それだけじゃなくてシャイニング事務所の取締役もしているというすごい人。実力、人気ともにトップクラスのシャイニング事務所の重鎮で、学園長先生の右腕と言われている人です。機材周りは全て俺の管轄だから勝手に触るんじゃねえぞ。ん？そのマイク。ヒューガ先生が聖川様の持っていたマイクに目をとどめる。アイドル証か。そうか、お前らが。なるほどな。おいお前。ヒューガ先生はすごく嬉しそうな、楽しそうな顔で、コクコクとうなずき、そして私の肩をガチッと掴んだ。はい、俺が許す。レコーディングのディレクションやってみろ。そのマイクを持っているってことは社長に認められたってことだろう。ならそんくらいできるはずだぜ。うん、はい、やってみます。よし、いい返事だ。やり方は分かってるな。うん、ああ、授業で習いました。聖川様がブースの向こうへ行き、すべての準備が完了した。今日は見守るだけだと思っていたから、心の準備が。どうした、こちらの準備はできているぞ。はい、私はマイクのスイッチを押しながらマイクに向かって返事をした。収録中、基本的にはこちらの声は向こうには聞こえない。だから話したいときはマイクのスイッチを押して、マイクを通して直接聖川様のヘッドフォンに声を届ける。そのスイッチを押している間だけ私の声は聖川様に届く。じゃあテストいきます。曲を流しますので軽く歌ってください。あ、緊張する。レコーディングの手順ってどうだったっけ。
確か一気に全部撮るんじゃなくて A メロなら A メロ、 B メロなら B メロで細かく取り分けて、ミスした部分をさらに細かく取り直したりするんだよね。同じ部分も何テイクか取って後で一番いいものをつなげていくはず。授業でも習っているし、一度は本物のレコーディングも見学させてもらったけど、いざ自分がやるとなると何をどうして良いのやら。でも歌うのは聖川様なんだよね。今の私はサポートだから、聖川様の歌の魅力を最大限引き出せるようちゃんと聞いて指示を出さなきゃ。私が焦ったり迷ったりしたらきっと聖川様も迷ってしまう。だから落ち着いて練習の時のことを思い出そう。何度も何度もニュアンスを変えて歌った中で聖川様に一番しっくりきた歌い方を思い出さなきゃ。ヘッドホンから流れてくる歌声に全神経を集中させる。どうだった？はい、ニュアンスは今の感じでいいと思います。ラスサビなんて最高でした。ただ何箇所かフラット気味だったのと、サビの一番高い部分の子音が少し埋もれていました。そうか、心に留めておく。じゃあ一番の A メロから取ります。あ、ちょっとだけ入りがずれた。でも許容の範囲内かな。だけど聖川様ならきっと妥協を許さない人だもんね。すみません、今のキープでもうワンテイクください。わかった。あまり繰り返しても喉が疲れてしまうのでテイクは少ない方がいい。とはいえ一度で納得のいくテイクが取れるとは限らない。どこを OK にしてどこを NG にするのか、その線引きは今私に託されている。 A メロにこだわりすぎて何度も繰り返した挙句、サビを歌う頃には疲れていい声が出せなかった。なんてことにならないように、どの程度までならいけるのか、どこで妥協しなくちゃいけないのか、そういうことも全部しっかり考えなくちゃ。そして私は一番の A メロを3テイクで切り上げた。次はどうしよう。一番の B メロ。あ、でも同じ流れで 2A を先にやった方が良ければ、そっちでも。いや、このまま 1B に行こう。その方がしっくりくる。はい。あまり迷うな。俺はお前の判断を信じている。自信を持て。はい。それからサビと D メロも取り終えて、なんとか無事収録が終わった。いくつか取ったテイクから一番いいと思うものを順番につなげていく。そしてその場でつなげたものを聞いてみた。よし、初めてにしちゃ上出来だ。まだまだ足りない部分も多いが、いいディレクションだったぞ。ヒューガ先生に褒められ、私たちは顔を見合わせて微笑み合った。とそこへ、ふん、全くなっちゃいないな。お前の歌はこの程度なのか、聖川正人。誰だ？突然派手な容姿の男の人が乱入してきた。聞かせてやるよ、本物のソウルソングってやつをな。そして男の人は収録ブースへ向かった。まったく困った男だ。あいつは神宮寺蓮といって寮で同室のやつなのだが、どうやら俺をライバル視しているらしく、ことあるごとにああして挑発してくるのだ。俺が A クラス、あいつは S クラスなのだから、もう少し余裕を持っても良いと思うのだが。いじりかわけと神宮寺家といや、世間じゃ二大財閥だなんだと言われて常に比べられているからな。神宮寺もそのことを気にしていちいちお前に突っかかってるんじゃないか。バカバカしい。家柄などこの業界では関係ないというのに。そうは言ってもお前は長男で奴は末っ子、家にコンプレックスもあるみたいだし、お前の存在そのものが劣等感を刺激するのかもな。よくわかりません。俺は、家を継がなくていいあいつの立場の方が羨ましく思いますが。まあお前らどっちもないものねだりなんだろうけどな。おっと、そろそろ奴の歌が始まるか。ブースを見ると神宮寺さんが真剣な顔で髪をかき上げ、髪を縛っていた。それから乾いた唇をペロリと舐めて潤す。 Are you ready? Music start! かっこいい。力強くて存在感のある声、花があるっていうのかな、すごく引き込まれる。情熱的で熱い感情、その全てが声に乗っている。声ってこんな風にいろんな表情を出せるものなんだ。
レコーディングが終わり、ブースから神宮寺さんが出てきた。我ながら最高のステージだったな。神宮寺さんは自信満々の笑みを浮かべて髪をかき上げた。収録だけどな。にしても一発撮りとは不敵なやつだ。神宮寺さんはあえて通しで一度歌っただけで収録を終えたのです。一度きりに全てを乗せてこそ歌は輝きを放つ。そうは思わないかい。生めかしい瞳が私を射抜くように見つめる。いい一度だとなかなか出会いはスローモーション。初恋のときめきはただ一度だからこそ美しい。そうは思わないか。神宮寺の言うことをまともに受け止めなくていい。感性だけで生きているような男だからな。時折常人の理解を超え、それだけ俺がすごいってことだろ。負け惜しみかな。そうではない。神宮寺さんってすごい、なんでそうなったん？キャラクターが立っているというか、周囲を自分のペースに巻き込むのがうまいんだろうな。ああね。レディ。おう。その瞳を俺に預けてくれないか。ほんの数秒、まぶたを閉じるだけで。そう。いい子だ。え、何すんの？食いた顎に手をかけられ、見つめられてしまう。そしてそのまま顔が近づいてくる。やめろ神宮寺、彼女に手を出すな。何これなんかなんかごめん、ちょっと面白い。なんかこのごめん、なんかこのひじり川様、ひじり川様っぽくなくない？この神宮寺さんもさ、チャラくない？いや普段からチャラいけど待って、これ面白いな。いじり川様が神宮寺さんの腕を掴んで払いのげた。仕方ないだろう。唇が呼んでいたんだ。呼んでないよ。それは貴様の勝手な思い込みだ。彼女はそんな女性ではない。やれやれ、随分とレディにご執心のようだ。嫉妬かな？そうではない。だったらどちらがよりレディにふさわしい男か勝負しようじゃないか。ふふーんと神宮寺さんが不敵に微笑んだ。勝負だ。ああ、せっかく歌の収録を終えたんだ。その良し悪しで決めよう。なあ、龍也さん、俺とこいつどっちの歌にしびれた？なあ、龍也さん。俺に振るな、俺に。たくめんどくせえな。そもそもお前ら歌った曲が違うだろう。まあ技術面だけなら推し量れなくもないが。それで言うならどっちもどっちイーブンだ。ヒューガー先生がそう言った瞬間、学園長先生の銅像が砕け散り、中から学園長先生が現れた。あ、チッチッチッ、激山です。リュウヤさん、勝者はミスター神宮寺さん。何、負けた俺が。当然だな、実力の差ってやつだよ。学園長先生の言葉を聞いて、ひじり川様は呆然とつぶやき、神宮寺さんは自信満々に微笑んだ。おお、なんか怪しいとは思っていたが、やっぱり中に潜んでやがったか。今週のびっくりドッキリ出現ポイントです。あの学園長先生、神宮寺さんが勝利した理由を聞いてもいいですか？はっはっは、愛です。ミスタージングウジの歌には愛があります。ベッミスターヒジリカバの歌は愛が足りません。もっと愛を歌ってください。愛を歌う、はっはは。学園長先生はご自分で砕かれた銅像のかけらを拾い集めてその場を去っていった。後でくっつけるのかな。先生、俺にもう一度チャンスをいただけませんか。ふん、俺と再び勝負するつもりか。面白い、受けて立とうじゃないか。めんどくせえが、向上心があるのはいいことだ。よし、2週間後にもう一度テストしてやる。ありがとうございます。それから私たちは毎日レコーディングテストの再テストに向けて練習に励んだ。
どうだろうか。とてもうまいと思います。本当にうまいのだけれど、愛があるかと言えばよくわからない。しかし何かが足りない。そうなのだろう。はい。愛か。聖川様がふっとため息をついて窓の外を眺めた。生まれてきた瞬間から、うん、いや、俺がまだ母の体内にいた頃から俺の運命は決まっていた。聖川財閥を継ぐ。俺はそのための道具に過ぎない。この先50年以上も先の未来、それすら父に決められ、ただ運命に忠実に生かされてきた。俺は父に愛されたという記憶がない。お母さんはお母さんなら。母は病弱な人でな。1年のほとんどを病院で過ごしている。おじいやさんとか？じいや、あ、藤川か。藤川さん。あれにも妻や子がいる。俺によく仕えてはくれるが、それは本当の愛情ではない。俺は聖川という看板がなければ何一つできない半端な存在だ。それが愛されるのだと。そんなこと、聖川様が半端だと言うなら、私なんかもっと半端でちっぽけな存在です。でもどれだけ半端でもちっぽけでも努力し続ければ夢は叶うから。つぼみが長いドゥアズインフィニティみたいな長い冬を経て花開くように、みぞれが冬の寒さを受けて雪に変わるように、叶わないことなんかない。私は泣きそうな声でそう訴えかけていた。あるいは自分に言い聞かせていたのかもしれない。聖川様はいつも堂々としていて、かっこよくてピアノも歌もうまい、真面目でまっすぐな人。そんな人が半端なら私はどうなっちゃうんだろう。幼稚園からずっとまともに友達もできず、楽しみといえばピアノを弾くことと歌うこと、曲を作ることだけ。たまに路上に電子ピアノを持ち込んで弾き語りをしてみても誰も見向きもしない地味な存在。すまない、お前にそんな顔をさせるつもりはなかったんだ。ただ本当に分からなくて。しかしみぞれが雪に変わるようにか。そんなことを言ったのはお前で二人目だ。聖川様がふっと優しい笑みを浮かべた。二人目ですか。私の他にも似たようなことを考える人っているんだな。あ、昔ちょっとした出会いがあってな。そのおかげで俺は今こうしている。その人に出会わなければ俺はこの学園を目指してはいなかっただろう。もしかして聖川様、その人のことだけど、その人に感謝しなくちゃいけませんね。その人のおかげで私はここで聖川様に会えたわけですし、あの大切な人を思って歌うことはできますか。大切な人か。言ったきり聖川様はまた考え込んでしまった。お友達とか家族とか大切な人を思い浮かべてみるといいのでは。聖川様は確か妹さんがいらっしゃるんですよね。お父さんお母さんから愛情を感じなくても妹さんなら。ああ、今年5歳になる。結構離れてる。随分と年が離れているんですね。そうだな、生まれた時から知っているし、妹というよりも我が子のようだ。聖川様、妹さんのことを本当に大切に思っているんだ。歌の好きなやつでな、昔からよく泣く子ではあったのだが、俺が歌うとなぜか泣き止んだ。何一つ自分のものなどない俺が唯一人を喜ばせられるもの、それが歌だった。その気持ちを歌に乗せられませんか。気持ちを歌に乗せる。はい、聖川様の妹さんへの愛情、そして歌への思い、そこに愛を感じました。だからそれが歌に乗れば愛のある歌になると思います。でも多分それだけじゃ足りない。レコーディングルームは寂しいですよね。ん、どうした急に。誰もいなくて一人きりで楽譜を見ながら歌う。でもその先にはみんながいます。みんなが収録した歌を聴いてくれる人がいます。神宮寺さんはあの時収録をステージと言いました。神宮寺さんは自然と聴いてくれる人がいることを感じていたんだと思います。なるほど、この歌は大切な人たちが聴いてくれる、そう思いながら歌うということか。ありがとう。
迷いが晴れた気がする。それから聖川様は特訓を始めた。何度も歌いその都度聞き返す。どれだけ思いを込めて歌ってもそれが表現しきれていなくては無意味だ。聞く者に伝わらなくては意味がない。そう言って何度も何度も、ここはもっと声を張り上げた方が伝わる、ここは抑え気味の方が、ここは優しく、ここは熱く、数えきれないほどニュアンスを変えて試していく。直接歌った時は確かに思いを感じるのに、録音された声を聞くと何かが足りない。きっともっともっと刻まないと、大げさだと思うほどに愛を叫ばないと、思いはデジタルの波に飲まれ消えてしまう。理屈では分かっても体は声は一丁一石にはついてこない。それでも聖川様は歌い続けた。ベストだと思う表現を探し、伝えたいメッセージに合うニュアンスで微調整を加えながら何度も何度も、そうして聖川様はようやく納得のいく表現をつかんだ。そして再テスト当日、聖川様と神宮寺さんはレコーディングルームで再び対峙した。何度やっても同じだってことを分からせてやるよ。しばらく睨み合った後、神宮寺さんがそう言って颯爽とした足取りでブースへ向かった。神宮寺さんの歌は2週間前と全く変わらない自信にあふれた素晴らしいものだった。神宮寺さんの揺るがない自信、それに裏打ちされた確かな歌唱、きっと何十回何百回やってもそれが劣化することはない。まるで俺について来い、俺に任せれば全てうまくいくとでも言いたげなその歌を聞くと、自然と勇気が湧いてくる。さすがに安定してるな。2テイク目はいらないと豪語するだけのことはある。花があります。ま、こんなもんだろ。どうだいレディ、俺の歌は君の心を震わせたかな。歌い終わりブースから出てくると、神宮寺さんは私に向かって投げキスを飛ばした。やっぱり自信満々、先生たちの評価もいいし、聖川様プレッシャー感じてないといいけど、そう思って私は聖川様にちらりと目を向けた。すると聖川様は静かに目をつむり、精神統一をされていた。よし。静かに目を開け、ゆっくりと立ち上がり、緊張した様子はみじんもなく、とても落ち着いていた。あの聖川様、頑張ってくださいと私がそう言う前に、そんな顔をするな、俺は大丈夫だ。聖川様は優しく微笑んで、ポンと私の頭に手を置いた。そうしてしっかりとした足取りでブースへ向かう。マイクの前に立ち、大きく息を吸い、まっすぐに前を向く。始めてください。そうして聖川様が歌を始めた。ほう、これはまたたった2週間でよく作り込んできたものだ。聖川様が歌い始めた途端、日向先生と学園長先生が簡単のため息を漏らした。あいつ、課題曲を完全に自分のものにしてやがる。お前、何かやったのか。ヒューガ先生に問いかけられ、私はブンブンと首を横に振った。いいえ、あれは聖川様が頑張った結果です。2週間前は楽譜に忠実に、うまいけれどお行儀のいい歌だったと思う。ピッチリズムとも外さない、そのことに終始していた。でも今はリズムやピッチがどうなんてことを全く感じさせない。それらは体に全部叩き込まれている。表現すべきはその先の心、顔の表情、指先の動き一つ一つが全て声に乗って、動きや表情は全く見えなくても、どんな顔で歌っているのか手に取るようにわかるほど声に感情が乗っている。心に直接響く歌。ありがとうございました。ブースから出てきた聖川様が軽く頭を下げた。ブラボーブラボー、愛を感じました。よってミスター聖川の勝利です。愛なら俺の歌にだってある。同じだろ。なのに俺の負けとはね、納得いかないな。確かにお前の表現力は評価に値する。しかし前回と何ら変わりがない。努力の結果、歌を本人を輝かせることもあるのです。よってミスター聖川の勝利です。やりましたね、聖川様。あ、お前のおかげだ。今回は勝ちを譲ってやるよ。じゃあレディ、またね。行っちゃいましたね。あいつは放っておいても大丈夫だ。
それより今回のことで俺が目指していたものが何なのか分かった気がする。ありがとう。そう言って聖川様が笑う。それは今まで聖川様が見せたことのないとても晴れ晴れとした笑顔だった。いえ、そんな聖川様の実力です。そう謙遜するな。何か礼をしたいのだが、何か欲しいものは、行きたいところでも良いのだが欲しいものはすごい。欲しいものと言われてもこれといって特には。あ、お腹の音が恥ずかしい。ほっとしたらお腹空いちゃいました。購買に行きませんか。ちょうどお昼なので。そんなことでいいのか。遠慮することはないんだぞ。いえ、もう十分いただきました。聖川様の歌本当に素敵で、聴いていて幸せな気持ちになりましたから。ありがとう。では行こうか、購買へ。はい。もうこっからここまで全部とか言っちゃったりして、ほんまに行くん？待って待って、購買ってほんまにあるよ。僕購買の背景にびっくりしたね。購買部は食堂の近くにある小さなコンビニのようなお店です。美味しそう、パンめっちゃあるな、パン食べたいな。一応サオトメイトという名前がついていますが、皆さんあまりそう呼ばず、購買という呼び名が一般的です。そこには文房具から授業で必要な教材、各種飲み物に惣菜パン、サンドイッチ、おにぎり、お弁当などが取り揃えられています。ここが購買。購買に来ると聖川様が物珍しげにあちこち見回していました。あれはなんだ、見たことのない商品がそこかしこに。これはまたうまそうだな。こっちのこれは何に使うんだ。聖川様が目を輝かせて商品に手を取っていた。聖川様は購買に来るのは初めてですか。ああ、昼になるとどこからともなく G が現れて昼食を置いていくからな。しかしこんな愉快な場所だとは。知っていればもっと早くに来たものを。もったいないことをした。気に入ってくださったのならまた一緒に来ましょう。あ、そうだ、せっかくですから何か買って屋上で食べませんか。あ、そうしよう。何かおすすめのものはないか。そうですね、定番ですが焼きそばパンとかコロッペ缶が美味しいですよ。うん、聞いたことのないメニューだがそれにしてみよう。僕さ、本1週間ぐらい前に生まれて初めて焼きそばパン食べたんやけどさ、あんまり好きじゃなかったごめんなさいそれから私たちは購買でいくつかの惣菜パンを買って屋上へ向かった。うん、いいお天気。今日は雲一つない晴天で、降り注ぐ太陽の光があったかくて心地よかった。まあなんか急に歌いたくなっちゃう。聖川様の歌を聞いたから影響されたのかも。私は歌があまり上手くないけれど歌うことは好きで、昔は時々キーボードを弾きながら路上で歌っていた。私は空に向けて鼻歌を歌った。やっぱり外で歌うのって楽しい。その歌もしや。うん、気持ちいい。こんな日にここでご飯が食べられるなんてラッキーですね。私は楽しい気分で聖川様に微笑みかけた。ああ、そうだな。ではいただくとしよう。ん？しかしこれはどうすれば。聖川様はコロッケパンのコロッケだけつまんで食べようとしていた。ああ、違います、外側のパンと一緒にこうやって食べるんですよ。私は自分のコロッケパンの包みを外して一口食べてみせた。ああ、なるほど。それから聖川様も真似してコロッケパンを一口パクリ。うまい。芋のほんのりとした甘みをさっくりとした衣が包んで旨味を逃がさず、うっすらかかったソースにもパッチが効いている。程よい大きさに千切りされたキャベツ、それらをパンという殻で閉じ込め、一口食べた瞬間口の中に広がる複数の味、それは宇宙。こんなうまいものがたったの120円とは。この世にはまだまだ俺の知らないことが隠されているらしい。コロッケパン一つですごく驚いている。聖川様こんな顔もされるんだ、なんかかわいい。本当に俺の今までの人生は知らないことだらけだ。そして未知への扉はいつもお前が開いてくれる。これからも俺にいろいろ教えてくれるかあんまり僕に頼むのはやめた方がいいんじゃないカットカットカット。
はい。もっとひじりかん様の喜ぶ顔が見てみたい。ひじりかん様が望むなら私の知っていること全部教えてあげよう。そして教えてあげられることが尽きることのないようにいっぱいいっぱい勉強していろんなことを知らなくて。ありがとう。これからもよろしく頼む。よろしく頼む。それから数日、私たちは毎日購買でパンを買い、いろんなものを食べたのでした。共に音楽を奏でよう。翌朝、私は作った詩をひじり川様に見てもらった。そのセンスは天性のものなのだろうな。お前の詩は真摯で温かくこの胸に染み込んでくる。とても心地の良い言葉だ。気に入っていただけて嬉しいです。いつも思いつきばかりで考えが足りないような気もしていたのですが、ひじり川様とは感性が合うようでほっとしました。